アマテルは太陽系外惑星の一つ。主星はオウシザイプシロン星。オウシザイプシロン星 B、主星の固有名アインよりアインビとも呼称される。アマテルを発見した岡山天体物理観測所の反射望遠鏡アマテルはヒアデス星団に属するガス惑星である。アマテルの質量は7.6木星質量であり、地球の質量の2415.5倍に達している。 アマテルは恒星、オウシザイプシロン星から1.93天文単位の軌道上に存在し、主星の周りを594.9日かけて降転している。なお、三回星団で初めて発見された太陽系外惑星である。岡山天体物理観測所研究員の佐藤、文ミエは反射望遠鏡と光分三分光器を用いて、 巨大な恒星の惑星系の調査を行っていた。2007年、オウシザのヒアデス星団において、恒星であるオウシザイプシロン星の周囲を回る惑星を発見した。三回星団において、太陽系外惑星が発見されたのは、史上初めてであった。また、年齢や質量が高い精度で判明した、恒星において、太陽系外惑星が発見されたのは、史上初めてであった。 主星のオウシザイプシロン星は、オウシザの左目に位置する、この惑星は、バイエルフ号に基づいて、オウシザイプシロン星 B と表記された。また、主星であるオウシザイプシロン星の固有名、I により、この惑星も、i B と表記されることもあった。2015年に、国際天文学連合が、太陽系外惑星命名キャンペーン、ニューエクソワールドを主催した際、 日本の鎌刈り天体観測館から日本神話に登場する神の一柱であるアマテラス大臣にちなんでこの惑星をアマテラスと命名することが提案された。これはこの惑星の主星がおうし座の左目に位置していることからアマテラス大臣がイザナギの命の左目から生まれたとの伝承にちなんだものである。しかしすでに同盟の小惑星 アマテラスが存在したことから、アマテラス大臣の意向であるアマテルに変更された。2015年12月15日、国際天文学連合により公募の結果が公表され、アマテルと命名されることが正式に決定した。ありがとうございます。